さんこんにちは。今日も星の島のにゃんこ紹介したいと思います。お店の方をねちょっと大きくしてみました。赤い屋根のちょっと大きめのね可愛いお店になりました。あとふなしを275ポイント貯めることができたので一つふなっしーの像を購入することができます。前回ねこちらのキャッハーポーズのふなっしー像を購入したいということをお話ししていたのでこちらを最初に購入したいと思います。2つ目のふなっしー像を購入しました。これ結構ねふなっしーのポイントをやはり貯めやすかったのでもしかするとね次一番高いふなっしー像を購入しようと思ってるんですけどそれ以外のものを購入できるかなっていう感じになってきています。今日はお店を大きくしたこととふなっしー像を一つ購入したことを報告します。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。